どうもこんにちは。こんにちは。ワンディ&ワンディ&アユーポンです。ハタポンとトクトクポンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は、はい、ユーポンちゃんが来てるということで、はい、フライパンで簡単に、うん、カラメルアップルケーキを作りたいと思います。はい。これリンゴなんかちょっと親戚のとこ行ったら俺もらったんで、うん、それを使ってちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず、はい、リンゴを芯を切り取って皮がついたまま薄くスライスしてください。なるほど。はい。なんか上の方にあの薄いなんかこうあれじゃないですか。あ、なるほど。で、材料は、はい、ホットケーキミックスとバター、はい、でお砂糖、牛乳、はい、卵、はい、にメインのリンゴ、リンゴで、はい、オッケー。はい。で、どう、こうかな、こうかな。ギャンナットです。そしてユーポン先生のお仕事でございます。はい。やった。はい。ホットケーキミックス 150g、卵1個、砂糖大さじ5、牛乳 100cc を混ぜます。はい。これ全部入れるんですか。オッケーです。オッケーです。はい。はい。いい匂い。ね、ホットケーキミックスね、いい匂い。うん、いい匂いする。ホットケーキね、甘くて美味しいもんね。美味しい。ユーポンちゃんは嫌いな食べ物とかないと。トマトです。トマト。トマトです。わかる。じゃあ入れます。はい、混ぜます。どうぞ。どうぞ。混ぜます。ほんとね、これ混ぜるだけで簡単ね。はい、混ぜます。はい、混ぜてください。あと卵も、はい、卵。はい、卵、ありがとうございます。待って、あはは、粉が怒られる、岩田さんに怒られる。粉がお、いい感じ、しっかり混ざってるね。混ざってます。うん、オッケー。はい。そしてちょっと特茶を待ちましょう。なかったよ。なかったことにした。じゃあリンゴもありがとうございます。うん、食べてくれたので、はい、次はバターとバターを、バターとバターじゃねえよ。バターと砂糖。これかな。はい。じゃあユーポンお願い。はい。まずバターを入れて溶かします。まずはバターを入れます。はい。バター入れて溶かします。はい。いけバター。いけバター。いけバター。バターがしっかり溶けるまで。はい。いけろー。いけバター。いけバター。溶けろ溶けろ溶けろ。ほらほらほら。はい、バター溶けましたね。はい。そしたらそこに砂糖を加えて白くなるまで煮ます。はい、じゃあ入れます。はい。白くなる。はい、はい、これがそのカラメルになるんで。美味しそう。美味しそうだね。ユーポンちゃん頼むよ。頼みます。で、やりすぎると焦げるらしいので注意です。あ、はい。焦がしたらすみません。いい奥さんになるね、いいね。ユーポンちゃんはもうキッチンに立って、うん、こうやっておやつとか作ってくれたらですね。あ、白くなってきた。あ、なってきた。そこは、そしたら一旦火を消します。はい、火を消します。はい、ここで火を出てるやつをポンと、ピッと。はい。そしたらそれをなんかちょっと平らに、あ、うん、まんべんなく減って、サンキュー。そこにリンゴをちょっと並べていきます。うん、はい、よし。もうあの形ね。はい、OK。 これでお願いします。これで OK。 こんな感じで形はいびつですがちょっとね、あ、でかいな。途中途中に入れたらうまいこといくんじゃないか。あ、いい匂い。いい匂いする。日本酢も並べる。あ、並べます。やけどに注意やろ。はい、そうそうそう。これも並べていこう。ほら、火を通せばね、俺大丈夫けどね、さっきの生のやつはね、まあまあね、もやもやしよう。なんかちょっとアレルギー、うん、ちょっとかゆい。よっしゃ、ね、うん、食いすぎじゃねえかお前ら。おかしくなりましたね。はい、はい、OK です。はい、ありがとうございます。ほら、食べるからさ、全然くなるやろ。
はい、ここに、はい、食べながらさっき作ってくれたホットケーキミックスを流し込みます。はい、はい、これを、はい、ふばーって火はつけなくていい感じですか？まだ大丈夫です。おい、バーっといってください。バーっと頭の方がいったの。もうドラーっていってドルヤー。よし、もうこんな感じでいいんですか？うん、もう上からドバッとかけてほっといてやろうか、うん、それでいいよ、全然ドバッといっていいよ。落とせ落とせ、うん、落とせ、やれやれ、いけ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 、入れろ入れろ、いけいけいけ、入れろ入れろ、全部取ってやる。ああ、ユッポンこれ入れすぎじゃね。いや、いいんです、いいんですね、いいんです、うん、噛んだよし、はい、OK、 はい、ちょっと形は整えてですね、よしよし、形なんて関係ないか、うん、関係ないよ、関係ない、問題は愛情と味やね。あら、くちゃん、うん、いいこと言うじゃない。いいこと言うじゃない。中学3年生からお褒めをいただきまして。じゃあここから蓋をして弱火で15分から20分焼きます。はい。それで完成でございます。おお、簡単。はい。だから蓋をして、はい、15分から20分ぐらい焼いていきます。待ちます。はい。さあ、それでは焼けたんじゃないでしょうか。はい。開けてみてください。いきます。焼けたら注意してね。じゃじゃん、じゃじゃん、 おいいんじゃない、焼けてる、え、カラメルのとこ茶色くなってるやん、ほんとだ。で、一応最後にね、竹串でちょっと確認しますね。はい、なんか焼けてなかったら粉みたいなのがついてくるでしょ。多分、大丈夫ですね、うん、焼けてるみたい。オッケー、でも、こんままね、こんままね、ポンっていく、いや、いくよいくよ、こう置くじゃん、置くじゃん、はい、ひっくり返して、こっち、お皿押さえながらこうひっくり返して、大丈夫、焼けの注意ね、はい、オッケー、オッケー、すごい、美味しそう、うまそう、すごい、完成した、完成でーす、じゃあちょっと切り分けて食べよう、食べよう、食べましょう、うまそう、うまそう、というわけで完成したのでちょっと切り分けて食べていきましょう。はい、行きましょう。めっちゃいい匂いですね、うん、でもうまそう、でも絶対これうまいっすよね、絶対うまいね、うわ、パリッパリになってる、ここ、これ美味しい、絶対これ美味しいよね、これはいい、もう分かった、これだけゆうこちゃんの愛情も入ってるわけだろ、入ってます、あら、そりゃもうまずいわけなかでしょ ね、じゃあ取るのいい、はい、なんか崩れちゃった崩れたごめんなさい、ごめんなさい、はい、ありがとうございます、うわー、上手くね、俺上手、よし、じゃあいただきます、いただきます、はい、いただきます、うん、やばい、おいしい、うまい、うまい、おいしい、うまい、うんうんうん、あ、カラメルサクサクして、うん、甘い、おいしい、もっと甘くしてもね、よさそうですね、うん、あ、うまっ、おいしい、うん、うまい、よかった、大成功だ、うん、あ、ちょっと甘酸っぱい、うん、リンゴ、うん、ペロリと食ってしまったね、うまっ、ここ最近のケーキ系では一番うまいかも、うまいですか、うん、うん、美味しい、よかった、うまい、でもこれ焼いてからあのリンゴから蜜が出てるんですかね、うん、多分ね、ちょっとはなんか、うん、甘くはなってるんですよね、なんか焼きリンゴとかもね、うん、そうなるもんね、いや美味しかった、うまい、あと残りはみんなに分けましょうね、分けましょう、ママとも分けるね、うん、うん、ママコンの分は俺が食べる、徳ちゃんの食いですか、というわけで今回はゆうこん先生が来たので、はい、リンゴを使ったケーキを作ってみました、はい、チャンネルは概要欄に載せておきますので見てくださいこういうお菓子系もね今後やってった方がね、うん、楽しそうよね、うん、でこうやって簡単にできるのもあるし、うん、ぜひやってみてください、はい、はい、止めます、原監督じゃあ、バイバイ、バイバイ、おつぽん、おつぽんご視聴ありがとうございましたご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。